ジェシーと長い付き合いでしょ。ジェシー、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化して。なんで今までこういう話しなかったの？そうね、でも自分だって。キャットの話したことないでしょ？だって、話すことなんかないし。ひどい。あんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女、アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。うわ、嬉しい。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。ヒラリーつないで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。どう？この景色。悪くないね。このルートの特権。署名しないの？誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう。あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。署名して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。感染者もいなさそうだし、感染してない人もいなさそう。うぶいてる、この少し先。これでよしと。来て。この先の町が終点。ほら。あれ、モールかな。え？スーパーもあるやつ？町はもっと先。な、スキーロッジあった。トミーとジョエルのルートか。うん、そうだね。
うん、吹雪いてるね。そり滑り楽しめそうだよ。そうだね。あれが町かな。大きい塔があるとこ。そこが次の監視所。馬のところに戻ろもしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから気にしてないよ。ただのパトロールだし、おしゃれする必要ないでしょ。決まってるよ。どうも。行こう。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いてローションにかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。リーノはどうせ。ああ、私は。家調べた方がいいかな。平気そうだけど使えるものはありそうだし調べてみる。ここってどんなとこなの？よくある無人の町ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。今夜の予定は？ああ、今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。仲直りしたんだ。うん。ジョエルと何の映画見るの？お気に入りは？カーティス&バイパー2。私も前から気になってたんだよね。ええ、そっか。80年代のくったらないアクション映画。ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは？夜何するの？
何人かでこっそり抜け出してそり滑り楽しそうだね。うん、その後会わない？ああそうだね。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。それってどんな話の映画なの？二人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。それで若い方がバイパーで忍者なんだよね。めっちゃくちゃ強いんだ。一作目ではその人何歳だったの？10歳。またそのシリーズ何本出てるの？4本だったかな。うわ、ジョエルは映画館で最後の見たって。ヤバすぎ。すごっ。まだ映画作ってる人ってこの世にいるかな？絶対いる。どうしてそう思うの？うちらと同じ状況かもよ。生きるのに必死でさ。でも私も曲書くでしょ。カメラさえあれば。ちょっと待った、エリーのオリジナルソングあるの？なんで聞かせてくれないわけ？ねえねえ、一曲弾いてよ今夜。考えとく。やった、これ持ってない。これってエリーのハマってるスーパーヒーローカードじゃない？そうそう。最悪、気温が下がったみたいだね。どうどう、落ち着いて。やっぱ、何なのこれ。うわ、くそ、感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃない。どこに隠れてんだろう。まだ血だ。
どうやって今こっち。ランナ。倒した。まず一匹。裏からスーパーに入れるか確かめよう。そうしよう。冗談でしょ。滝、今のかっこよかった。ありがとう。バリケードで塞がれてるのにどっから入ってきたんだろう。なあ、さっぱりわかんない。今まで倒した感染者の最高記録は？最高記録は1年くらい前で、ジョエルと一緒にいた時。確か12匹。自分は？最高20匹。さっき群れがいたよね。マジ？今日その記録破れるかもよ。ディナ、こっち。またいた。
みたいだね。スーパーにいるのも倒さないと。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。エリー、手伝って。上見てくる。登って。ねえ、屋上に穴開いてるよ。ほら。ありがとう。ほら、ね。ほんとだ。入る方法探そう。ディーナ、こっち。感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔打つ羽目にはなりたくないし。わかった。よろしく。屋上に行けそう？どうだろう。あったよ。こっち。入った。
なんか調べてみる？ねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。胞子が飛んでるね。マスクつけて。オッケー。分かってる。その顔打つ雨になるのは嫌だからね。うわ、優しい。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここもスーパーの一部？そうね、スーパーの上じゃない。ねえ、一階に降りよっか。違う。
本当気色悪。他の場所にもいないか確かめてこ。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。ディーナ、手伝って。今行く。プレゼント欲しい？ちょうだい。あげる。ありがとう。気をつけてよ。はいはい。まだいるね。
ランナーからやる。動いてるやついる？ゼロ。私たち何気にすごいかも。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし、次の監視所行ったらいい加減休もう。ダメだし。賛成。それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。ケーブル。オッケー。よし、これ使えそう。
行け。やったね。よし、兵器装。行くよ。来たことあるの？通りがかったの。入るのは初めて。それじゃ安全か確認しよう。誰かが封鎖したんだ。奥に何かある。多分ベッド。誰か住んでたの？他の入り口探そう。
ちょっと奥見てくるね。窓から行ける。ここ何なの？電子機器だらけ。これユージーンのだよね。本当に？絶対他に触る人いないもん。でもなんで隠してたんだろう。絶対ユージーンの隠れ家。ファイアフライだったの？トミーの同僚。知らなかった。うん、かなりヤバいこともしたってさ。例えば？デンバーの隔離地域で検問所爆破したって。兵士が3人死んだ。2人の市民もね。ひどすぎ。それだけじゃなくて、トミーと一緒に政府のお偉いさんを時間かけて拷問したって。トミーがそんなことするとは思えないな。トミーならあり得る。どういう意味？ジョエルと生き抜くためにいろんなことしてきたし。うわ、びっくり。トミーとユージーンだ。二人とも若い。電気にヒーター、きっとどこかにジェネレーターがあるはず。ジェネレーター見っけ。作業台持ってる。これで銃を改造できるんじゃない？いけそう。いい腕してる。待った、これって。
床見て。下にもまだ何かある。降りられそう？ダメ。絶対アダルト系だから秘密にしてたんでしょ。それなら別にいいんだけど、いつも寂しそうだったし。ちょっと待ってよ、これって葉っぱ？もう枯れちゃってるみたいだけど。なるほど、そういうことだったんだ。おっと、やったね。まだ吸えるかな。消費期限あるっけ。うん、試してみる。私やろっか。平気。まあもう貸して。どうぞ、開けられるもんならね。何これ、買ったでしょ。もういい。ちょっとディーナ、何なの今の。ちゃんと開いたでしょ。匂いは平気。どうせしばらく出られないんでしょ。出られないね。ねえ、質問してもいい？どうせするんでしょ。10段階評価で1がね、ありえないくらいダメなレベル、10は人生が変わるくらいなら、夕べのキスにエリーだったら何点つける？またその話蒸し返すの？後悔してるんでしょ。私が？どういうつもり？キスの評価を知りたいだけ。わかんない。私は6点。6点？ひどい。平均より上でしょ。あっそう。周りに人たくさんいたし。そうだけど6ね。何？不満？だったらいくつだと思ってるの？言いたくない。ほんと可愛げない。こっちのセリフ。外は吹雪なのに出てっちゃってもいいの？ティーナの好きにすれば。今度こそ6点以上出してよね。
感染者。Oh!
け。なあお前、カートの上に乗せるんだ。クソ、入ってきたぞ。ゴンドラを窓まで移動する。お前らは感染者を助け、分かった。まずい、叫んな。こいつを何とかしてくれ。こいつを何とかしてくれ。じゃあこの傷は、1歳の時スケボーを拾ったんだ。もしかして。それでね、乗ったはいいんだけどビューンってボードが飛んでっちゃってそれでこんな傷できる。ナイフの上に転んだの私は薬品のやけど、うん、自分でやった。なんで？傷を隠すため。ここ14歳の頃、感染者に噛まれてさ、その時分かったんだ、免疫が。
あるってこと。それで歯型とかそのまま残っちゃったからさ。言った。嘘つき。ちょっとね、何？私は正直に話したのに。私だって正直に話したよ。噛んでほしいの？ちょっと聞こえた？誰がいるのか？ジェシー。ねえ、そこで待ってて。いいからそこで待ってて。ってば。ちょっとこっち見ないでよ。何してんの？ふざけんなよ。パトロール中だろ。だって外吹雪いてるから。葉っぱか？何しに来たの？任務には責任を持てよ。これは遊びじゃないんだぞ。あんたこそここで何してんの？ジョエルたちが来なかったからだよ。何それ？1時間待って。馬を探してたら明かりが見えた。町に戻ったんじゃない？交代もなしに。まさかここ以外もちゃんと探したの？いや、まだ。手分けしよう。3方面から進めば数時間でカバーできるでしょう。単独行動はまずい。危険すぎる。だから探しに行かなきゃ。分かった。俺は西、リーナは南、ヘイリーは東。身長第一だぞ。平気だよ。ありがとう。どうも。二人で話せるか？サドル外しておこうか？ああ、いや、そのまま。吹雪が止んだらすぐ出ていく。命拾いしたな。それだけじゃない。どうやって電気引いたんだ？お前どこにいたんだよ。屋根のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ？いつからここに？昨日から。昨日？ああ。ここで何してるの？通りかかっただけ。
この辺りに住んでんの？こっから数時間のとこだ。出発する前に町で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。それと兄貴ジョエルだ。なんだ、俺たちを知ってるのか？ああ、知ってるね。やめろ！平気だよ。ありがとう。どうも。二人で話せるか？サドル外しておこうか？ああ、いや、そのままに。吹雪が止んだらすぐ出ていく。ブラシとかタオルとかを借りられるか？命拾いしたな。それだけじゃない。どうやって電気引いたんだ？お前どこにいたんだよ。彼のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ？いつからここに？昨日から。昨日？ああ。ここで何してるの？通りかかっただけ。この辺りに住んでるの？こっから数時間のとこだ。出発する前に町で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。それと兄貴ジョエルだ。なんだ、俺たちを知ってるのか？ああ、知ってるね。やめろ！こいつは気絶した。窓際に運びな。トミー、離せ。やめろ。ジョエル、ミラ。お前は誰だ？誰でしょう？言いたいことがあるなら、さっさと言って終わらせたらどうだ？止血して。早く。あんたは、あたしが。ゆっくり苦しめてやるよ。
丈夫、無事なはず。なんだよこれ。やめろ。その子は忍び込まれた。外見張ってなかったのか。人が来るなんて思わなかったし。少しは頭使えよ。町の連中が来る前にさっさと引き上げるぞ。もうやめろ。あんたも望んでたでしょ。終わらせろ。いいな。ジョエル、だって。だってよ、何やってんの。もうやめて。殺さないで。ジョエルね、立ってってば。やめろ。地獄に落ちた。全員ぶっ殺してやる。やめろ。おい、何すんだ。何話しますか。ジョエル、ああ、そうかい。こいつらが何か言ったんだ。
や。トミー。座ってもいいか。うん。マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したらジャクソンが無防備になるだろう。だからってあいつらは野放し。それはありえない。でも実際そうなってる。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい。明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だってどれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。一日くれマリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。一日だ。頼む。わかった。いい子だ。前にジョエルの家に寄っていい？持ってきたいものがあるんだ。分かった。馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。
トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。OK。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理してほしくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう。平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。ディノニクスか。いい思い出。
どうかした？マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？うん。そう。歩いて？そう。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。わかった。さあほら、行きなさい。暗くなる前に。男がジョエルの上に乗って頭を裂いて、しかもジョエルは銃も使えなくて。うわ、怖かった。あの時はとにかく無我夢中で、駆け寄って銃手に取って頭撃ってた。何歳の時？14。初めて人殺したのは何歳？感染者込みで抜き。キノコ頭じゃない、意識がある人。10歳。マジ？なんで？ママに襲いかかったから刺したの。うわ。私より上。私最強でしょ。ねえ、もしかして迷子？あ、迷子じゃないよ。だよね。ちょっとは信じてよ。あなたとジョエルが出会ったあのイカれた殺人鬼たちは一度は追いかけてきたんだし、 WLF と何か関係があるんじゃない？うん、多分違うグループだと思う。じゃあボストンにある闇市の密輸業者は？ディーナ、ジョエルは敵が多かったし、考えたって無駄だよ。そっか、もっと情報を集めないと。エリ、車。うん、近づいてる。周り見張ってて。オッケー。
ほらね、さっきのでっかい、ちゃんと道分かってたんだね。やけに静かだね。ああ、ジャクソンも監視所みたく偽装してるのかな。かもね。だったら怖いな。あれ、隔離地域？そう、見つからないようにね。隔離地域の兵士だ。制服着てるでしょ？ WLF の仕業。見せしめとして置いてったんだ。最低だね。そこひび割れてるみたい。ほら、壁の中。見える？うん。でもどうやって登ろう。これって檻？留置所だよ。ボストンにも同じのがあった。エリー、これはどう？ディーナ、手伝って。オッケー。見張ってるね。向こうからゲート開けられるか見てきて。任せて。
どこに隠れてるの？なるほど、電気通せってこと？これっていつ書かれたんだろう。セレーベナ基地、手がかりにはなるか。の、ジェネレーター見っけ。ディーナ。ねえ、大丈夫？今の音何？あそこのゲート開けた。次はこっち開けないと。うん、エリーならできる。どうも。
よし。
行かなきゃ。かなり大きい音したし。どうする？メモ見つけたよ。番号書いてあった。それによると WLF の金庫がセレベナ基地ってとこにあるって。セレベナね。探してみる。まずはそこで奴らを見つけて口割らせて考えよう。賛成。ちょっとあれ見て。セレベナホテル。あそこだね。それじゃあこれの向こうに行く方法探そう。フェドラをぶっ殺せ。略してぶっ殺ゲート。センスある。わかりやす。近くに行って調べてみよう。もしボストンでこんな落書きしたのバレたらボコボコにされて死んでる。隔離地域最高。番号わかる？メモにたくさん書いてあった。でもその前にゲートに電気を通さなきゃね。それじゃ行くよ。燃料不足。最悪。ねえ、じゃあどうする？あ、そうだ、メモ。え？裁判所にあるガレージとドームに燃料があるってメモに書いてある。なるほど、裁判所とドームね。それじゃあどうやってそこ探そっか。馬で走り回って探すしかなさそう。トミー、ここ通ったかな？多分ね。それじゃあ今どの辺？多分今はこの辺りのはず。ありがとう。印つけてくね。ここ何があったんだろう。あ、多分軍がここ爆撃しまくったってとこ。なんでそんな。町の一部を壊して黙らせるためだよ。感染者たちと抵抗組織をね。ちょっとやりすぎじゃない。それで駆除できてたし。感染者？抵抗組織？両方。怖。ラッキーだね、隔離地域で育たなくて。私もそう。食料配給センターボストンではかなり並ばされた。くっそまずいのに。私なら切れる。切れてる人もいた。ああ、なんか言いかけてたよね。ああ、ねえ、裁判所見つけた。それ本当？ほら、あの上の文字見て。ビールに裁判所って書いてある。へえ、さすが名探偵。でしょ？地図に書いといて。